クロノスはギリシア神話の大地及び農耕の神である。山よりも巨大な巨神族ティーターンの長であり、ウーラノスの次に全宇宙をすべた2番目の神々の王でもある。万物を切り裂くアダマスの鎌を武器とする。ゼウスの父親としてもよく知られており、ティーターン神族を率いて、オリュンポスの神々と全宇宙を揺るがす大戦争を行った。時間の神クロノスと発音が近いため、混同されることがあるが、別の神である。古典ギリシア語においてはカッパは無気音、K で、カイは有気音、K であり、若干異なる。これらの発音はしばしば混同され、当のギリシア人やローマ人も混同することがあった。ジョルジョ・バザーリの描いたクロノスとウーラノス・ヘーシオドスの新陶器によれば、ウーラノスとガイアの息子でティーターンの末裔、レアーの夫であり、ハーデース、ポセイドーン、ゼウス及びヘーラー、ヘスティアー、デーメテールの父でもある。また、愛人であるニウンペイのピルラーとの間に、犯人ハンバの賢者ケイローンを設けた。父であるウーラノスの性器を、歯が魔法の金属、アダマスでできた鎌で切り取って追放するが、自身も父親と同様、ギガースタジをガイアの体内に押し込めていたため、ガイアの怒りを買い、後に息子であるゼウスに撃たれた。彼は、父同様、子にその権力を奪われるという予言を受けたため、子供が生まれるたびに飲み込んでしまったという。最後に生まれたゼウスだけは母のレアーが偽って石をクロノスに食わせたために助かった。クレタ島で密かに育てられたゼウスはクロノスに兄弟を吐き出させ、兄弟は力を合わせてクロノスらティーターン神族を倒した。黄金時代に地上を統べた王、農耕神とする伝承もあり、収穫祭で盛大に祀られた。このことからローマ神話における農耕神サー。トゥルヌスと同一視される。ありがとうございます。